はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールドライブ配信始めていこうと思います。今回は、深夜に垂れ流しやってる有刺鉄線爆破シングルデスマッチがもう残りリーグ戦あとわずかになっているんで、リーグ戦の残りと各ブロック上位2人にが進出する決勝トーナメントの予想、様子をやりたいと思います。 B ブロックですね。まずはニックボックウィンクルがトップ、マシンガンジョー、ヒグマ、シゴジーとなっております。なお残り試合数が結構バラバラですね。ひとまずこの3人が決勝乗れるかどうかです。ニックは53点トップですが、1試合しか残っていません。これはまあヒグマ、シゴジーも同様で、そう考えるとヒグマはちょっと苦しいですね。ヒグマが残ってんのはケレミか。まあ、ケレミに勝ってニックがカサバブに負けて、かつマシンガンジョーが、この2人に どのような成績を収めるかによって変わってきますね。2連敗すればマシンガンジョーが0点なんで、ニックボックウィンクルとヒューンは4、5時ってことになりますし、マシンガンジョーが2点でも、もらったらニックボックウィンクルは最後の試合が引き分け以上でヒグマ、シオジーの脱落が決定してしまいます。マシンガンジョーが2点でも、これが B ブロックですね。一方 A ブロックはもうアングリーランボーが首位は決定です。あとストロング小林と鈴木小太郎が続きますが、鈴木小太郎は2試合を残しております。田中ミロル、グレート小鹿、ストーン小林は1試合ですですよね。ジョントロス、まあ、この試合をストロング小林が勝ってしまうと鈴木小太郎の逆転の目はなくなってしまいます。なのでストロング小林は引き分けより下で、鈴木小太郎は2連勝する必要がありますね。1勝1敗だと55点なので1点超えるけど、その場合はストロング小林がこのトロス戦を負けるしかなくなります。どちらにしても60点を超えることはないんで、アングリーランボーはこのハングリーマンの結果以下にかかわらず首位一抜けが決定ということになります。ということでそれを踏まえてでは始めていきましょう。上位2チーム上位2人が決勝トーナメント進出、4人ってことですね。合計そう4人のA ブロック1位と B ブロック2位、 B ブロック1位と A ブロック2位が、準決勝をやって、勝者が決勝をやって勝った者が優勝ということになります。5点2点制となっております。20分一本勝負ですが15分で爆破が行われ、大爆破が行われ、その時点で対外勝負は決まりますね。両者 KO が多いですが、片方が起き上がって、勝つっていうケースもあります。さあ果たしてどうなるか、アンディ・ウーとシーサーボーイからの一戦です。お楽しみください。
We'll be right back.
はい、お待たせいたしました。いよいよ決勝トーナメントですね。まず表を見てみるか。マシンガンジョーがトップです。ニコ・ボックウィンクルと1点差でした。マシンガンジョーはニックは負けたんだなと。でもトップで勝ち上がりました。ヒグマ塩尻は残念ながら点数を伸ばせなかった。記念日にも負けてしまったんだろうな。結果的ストッパーになってしまった感じです。アングリーランボ65点か。負けたのはビッグブレアとストロング小林だけ。そのストロング小林が2位です。大石小太郎か。簡単には引き分けですが、こんな感じで、まあもうこれは結構鈴木小太郎3位ですが、差は結構ありますね。いずれも首位が2位に負けてるんですよね。ここちょっと注目かな。では始めていきましょう。1回、準決勝1回戦っていうか第1試合、アングリーランボー対ニック・ボックウィンクルです。さあ引き分けの場合はなんぼでも終わる前再試合のはずです。両者 KO などの。どうしようね。アングリーランボー65点、この4人の中では最高得点ということになります。13勝2敗。殺法でエボリューションボムで勝ち星を積み上げてきましたね。一方のニック・ボックウィンクルはクラシカルなプロレスラフも備えて関節もやってという多彩さですね。直線的なプロレスをやるアングリーランボーにとっては脅威だが、突破できるでしょうか。関節やってきますからね。さあ、デックロックです。おっとパワーで強引に押しますね。ヘッドバット、これは効くんですよね。アングリーランボー
作ったレスラーだからな、わかるんだけど。フロントネックロック、こういうので動きをスタミナを奪おうという考えです。だからビアハックがあります。ビアハックで逆にニックのスタミナを、奪っていくという考えになります。スリーパーです。さあ、スタミナを奪い合う、序盤戦なのかな。やがて中盤戦に入っていきます。ボディスラム、まだ被弾は両者していないですね。レッグロック、さあ15分で爆破するわけですが、お互い慎重に予想を見ながら相手のスタミナを減らしていくような戦法に特化しております。そしてエボリューションボン、決まった。2.9、これが何度も決まるとやばい。アンデスバレーだ。結局やることは変わりません。この2つ技を、ジャーマン強引にぶっこ抜いた。カウント2。そしてまたもエボリューションボム。やっさりスリーカウント、強い、強すぎる。もう完全にパワーでニック・ボックウィンクルの老獪さんを押し切りましたね。アングリーランボーが決勝戦進出です。7分5秒、半分もかかりませんでした。さあ、第2試合はマシンガン・ジョーとストロング小林です。マシンガン・ジョーは B ブロック首位ですが、体が大きいのでパワーサポート、思いきや関節とか、あとスクールボーイなんですよね。怖いのが突然固めてくるんで、優位に運んできても一発逆転というのがあります。一方ストロング小林はとにかくパワー殺法ですね。体格差で押して、決勝トーナメントに、駒を進めてきました。そのマシンガン・ジョーとストロング小林の一戦です。比較的今回は大きな選手が勝ち上がりましたね。ジュニア選手は残念ながら決勝トーナメントまで進出することはできませんでした。そうです、こういうキックとかもマシンガン・ジョーはやりますからね。おっと、腕を攻撃する。そうです、結構関節やりますからね、こういうふうにストローク小林も。
柔道的な。さあ、被弾です。ストーン小林だから出血はないようです。さあ、有刺鉄線バット、マシンガンジョー。マシンガンジョー的にはですね、この有刺鉄線バットに結構気を取られて、凶器に気を取られて、時間切れ、両者 KO ということがよくありました。それがもったいなかった感ですね。おっと、また腕だ。体格ではマシンガンジョーの方が大きいですからね。こういう関節に活路を見出そうというのか。5分を経過しております。おっと、脳天から竹割り。おっと、マウントパンチ、マウント小手かな。ニックブリーカードロップ。おっと、マシンガン上避難、出血です。さあ、この出血がどう影響するか。このトーナメントはスタミナ影響するのかな。出血が引き継がれたりとかあるのかな。そうすると、あと2相手アングリーランボーには有利になってきますが、こういう腕を攻めてるダメージも引き継がれるんでしょうかね。おっと、さあ、このスラム、豪快なボディスラム。カバーに行きます。カウント2。おっと、キックだ。はい、飛び膝蹴り。カウント2。だんだんとフィニッシュに向けた布告に動いていきます、両者。 2.9。 おっと、ビハック、これがあります。ストーンゴ小林。あっ、投げ捨てる。そしてボストンクラブ。さあ、どうなる。のけるマシンガン上、ボディスラムに投げ捨てる。ダニアット、もう一回ボストンクラブ。まあ、これは結構活路ではありますね。おっと、この蹴り、カバーに行く。 2.9、 危うしい。ストーンズ小林、足を取ろうとするがキックで流れる。マシンガン上、ちょっとマシンガン上疲れが見えるか。おっと、急所攻撃。ここからスクールボーイです。勝ち星を量産しております。だが次の攻撃は出なかった。カバーに行く。カウント2。 2.5 かな。ちょっとマシンガン上に疲れが見える。
クブリーカー、チョップとエルボーの応酬、ローリングエルボー、そしてこれはカナディアンバックブリーカーだ。さあこれは決まったか。いやまだですね、マシンガン状なんとか耐えます。だがロープに振られてマシンガン状被弾、残り爆破まで1分です。ブレーンバー直下式ブレーンバスターだ。大技が出た。さらに被弾、さあ残り20秒、カバーに行く。カウント2返されます。さあどうだ。これは両者 KO ですね。なのでこの今回の15分では決着はつきません。3試合だと思われます。そうですね、やり直しです。リマッチ、これは辛い両者にとって。あ、出血はしてないですがね、内部的なスタミナの消費はどうなのか。32人がエントリーいたしました。この有刺鉄線 電流爆破シングルデスマッチ、いよいよ決勝トーナメントとなります。第1試合はアングリーランボーが7分5秒、わずか7分余りでニックボックウィンクルを、からすエボリューションボムで3カウントを奪って決勝に乗っております。そして今マシンガンジョーとその分小林の第2試合をやってます。15分で決着はつかず第2試合リマッチに突入です。そしてアームロック、こっちにロックかな。クロチン、おっと見て、パンチ、お横入りエビ固めですね。これがスクールボーイだが、
ロープブレイクから、さあ蛍光灯持ち出す。ああ、急所攻撃。この急所攻撃からスクールボーイというのも有力な技です。カナディアンバックブリーカー、相手のスタミナを奪う。ロープに振られるが抵抗、なんとか踏ん張る。ヒットバット、急所攻撃ですね。バックブリーカーロープ、ビームシリーカー、おっと、ビハックだ。ボディスラム、最後に落とす。唾液で、おっと、マシゲリ。おっと、これはカナディアンバックブリーカーだ。ヒットバット、おっと、2位3位、急所攻撃。またカーディアンバックブリーカー、3回目です。なんとか耐える。マシンガン上、おっと、垂直落下式クリティカルだ。ブレーンバスターの前にマシンガン上沈みました。ストロング小林が決勝戦進出です。恐ろしいな、垂直落下式ブレーンバスターって。この試合に関してはですね、クリティカル率注意してありますからね。クリティカルが、クリティカルいつもは低で出にくくなってるんですが、中なんで出やすくなっております。ちょっと中だと出やすいんですよね、自然なほどですが、デスマッチなのでそういう要素も加味して中にしました。さあ決勝戦、アングリーランボーとストロング小林、これ同じリーグじゃないの？そうですね、同じ A ブロックです。しかもこれポイントは直接対決ではアングリーランボ、ストロング小林負けてるんですよ。か、まあリックフレアにも負けてるんですが、他13勝してるにもかかわらず、この2敗のうちの1敗がこの ストロング小林ということで、因縁の戦いということになります。その決勝戦、優勝をかけての一戦になります。アングリーランボー対ストロング小林、決勝戦です。
で、ブレンバスター、カバーに行く。滞空時間の長いブレーンバスター パンチ攻撃。そしてスパイルドライバー、さあ、そしてベアークを、お互いベアーク得意ですが、アングリーランボーの方が先に仕掛けました。防御もしっかりしております。おっと、先に被弾したアングリーランボーだから出血はなさそうだ。さあ、ボストンクラブです。ストロング小林、おっと、また被弾、今度は出血だ。アングリーランボー、このビハインドがどう響くか。クローホール、カウントワン。手数を次々出しております。ストロング小林、おっと、ジャーマン強引にぶっこを抜きますからね。ストーンを焦がしを勝つのはやっぱり手数を出すこと、それからやっぱりあのブレーンバスターでしょうね。さあ、ストーン小林も被弾して流血、お互いが流血する状態になっている。そしてエボリューションボムは決まった。 2.9 危うし。小林、横入りエビ固め、どんどん平手打ち、さあサイドじゃない、なんだこれ、投げ捨てます、豪快です。おっと、今度はストーン小林がベアハック、そこへ謝るアングリーランボー、上がらない、リバースへ返す。得意のブレーンバスターをいかに決まらせなくするかですけどね。あっと、しかし決まってしまった、直下し、直下式ブレーンバスター、サイドバスターなのか、横にエビ固め、カート2、ちょっと空振りが目立ちますね。アングリーランも落とす、カバーに入る、カート2、そしてまたもブレーンバスター、いやー、ストロング小林ペースか。カウント2、被弾、そしてこれもあります、ボストンクラブ、おーっと、デスバレーボール、カバーに行く、カウント2、ボディサーブに投げ捨ててカバーです。 2.9 危うし。そして今度はカーディアンバックブリーカーだ、
クアタイルアングリーランボー、だからちょっと疲れが目立つ攻撃、次に行けないアングリーランボー、ラリアットだ、当たった。そしてブレーン、ん、上がっ、体勢を立て直す。しかし2回目が決まった。前に落とす感じ、スリーカウント、優勝はアングリーランボー。予選リーグ戦のリベンジを返すとともに、終始やっぱり自分の力で優勝をもぎ取りました。いや、すごかったですね、アングリーランボー。いや、作ったレスラーだけにやっぱり恐ろしいものを作ってしまったなっていう感じです。ということで、バラ戦爆破爆破デスマッチ、有刺鉄線電流爆破デスマッチは、アングリーランボーの優勝ということになりました。アングリーランボーどんなルールでも強そうですよね。例えばアングリーランボー SWA の公式リーグでノンフォールで、こちらはランダムでやった場合、あ、パイソンとやらせよう。パイソンとやったらどうなるんだ。ピーターツとか、パイソン戦、さあアングリーランボー入場です。ボムで消えるパー戦士ってなってますね。ブレーンバスターラリアットって恐ろしいな。蹴りもやるんだ、パイソン。ラリアットで打ちましたね、今。おっと、持ち上げる。対空時間の長いブレーンバスターです。細かくパンチを打つ。
った対抗時間は長いブレーンバスター場外へ。ファイルドライバータックル、おっとベアハックん？タイソンのパンチが決まり出してきている。あとエボリションボムだ。そしてラリアット連発、タイソンダウン、あとスイージャー手上がる。すぐにベアハックに行く。そして強引に投げてエボリューションボーム、第2ラウンド終了です。逆水平、これこそプロレスだっていう感じですね。ラリアットへダウン。フリーノックダウン制だったはず。ラリアット、またはラリアットですね。タックル。ダウン。パンチ。あっとアングリーランボー、今度はダウン。ちょっと起き上がるのに時間がかかる。パンチの威力は強大だ。ラリアット、細かくパンチを打つ。右からパンチ、そしてエボリューションボム。これダウン奪えないのかな、エボリューションボムだと。さあ自分からロープに走ってラリアットダウンです。3分経過、ゴブに救われたタイソン。おっとベアハック決まった。第4ラウンド6秒、このルールでをベアハックでマイク・タイソンを破りました。強いんだよなやっぱり基本。野村直哉ってどんな選手だ。全日本の選手ですよね。ショルダースルー、うわすごいな。ショルダースルー一つでも上画面吹っ飛んでいきます。
泊。ラリアット。滞空時間長いブレーンバスター。蹴り。まあ、あんまりいいニアズは持ってないんで、寝かした方が有利でしょうね。アグリーランボー。ただ寝かすことがあんまりできていないっていうのも事実なんですよね。そこまで追い込まれることがほぼないですからね。リバースへ返す。すぐ起きますから。コーナーポストからダイビングボディアタック、ダイビングヘッドアタックかな。上がらない。リバースへ返す。さあ起き上がるを待ちます。ノーラナウヤ持ってきました。お、コブラツイストだ。これはいいかもしれないですね。そしてブレーンバスターは上がらない。リバースへ返されてしまう。ラリアと決まらない。お、結構腕を攻める。いいかもしれないですね。おっとエルボーの連打、結構これ嫌がってましたからね。アングリーランボーもかもしれないですよ。そしてあと上がらない。お、ボストンクラブ野村直哉タックルだ。さあ自分の力を誇示する。スリーカウンターなし。あ、高速ブレーンバスター。あとドロップキックは不発。すごいポーズやな。ラリアット、ちょっとまずい流れになってるかもしれない。おっとチノクです。お、これはストマックブローです。ドブキックは不発。お、上げた、決まった。エボリューションボム、ダメージは大きいですからね。ロープウェイク。さあ間もなく第3試合も終了。前に落とす。ダウン。野村直哉ついダウンです。まあタフではあるんですけどね、野村直哉も。おっと振ってパワーで押し付ける。野村にこのラウンド2回目をダウンです。お、そしてエボリューションボム決まってしまう。崩れ落ちる。気力をこうやって回復させていくんですよね。おっと
デスバレーボム。だが先に立ったのはアングリーランボー。余裕がある。エルボーだ。ダウンです。第3ラウンド終了です。第5ラウンドになります。デスバレーボム決まった。ダウンです。どうすんだ。お、コーナーポストに上がってダイビングにダウンです。結構健闘してますね野村直也。5ソラにデスバレーボム。だが上げてエボリューションボム決めてしまう。これクリティカルもありえますからね。おっとドープキックは軽くかわす。そこにビアハックだがロープに救われました野村直也。逆にブレーンバスター。さあ戻ってきました。ロープに振って両者ダウン。これで5ラウンドは終了です。さらに第6ラウンド。おっとすごいね、ヘッドバットでダウンですね。やっぱりスタミナに不安があるのか短時間決戦を望んでいる節はありますよね。アングリーランボーだからあれは長くても15分だから短時間決着のアングリーランボーにハマったのかもしれないよね。デスバレーダウンです。ちょっと大丈夫か。おっとアングリーランボーマットに沈む。ランボーを破ったのは全日本の野村直也。いい選手ですね、まあ、なかなか耐久力ありますよね野村直也。はい、ということで これがアングリーランボーです。93cm、130cm のパワーファイターですよね。ご覧の通り対ラリアット腕力馬力が強い。総計防御はちょっと弱いのか関節はほぼしないんで特殊スキルは怪物ですからね。
ジャイアントですね。優先動作ってどうなってるの？ああ、こうなってるんだ。ここら辺はまだまだ勉強中ですね。ということで、今回、この大会ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー please。 この動画のアーカイブ YouTube にアップロード予定です。おそらく何日するかですね。5日の0時ぐらいにしようかな。はい、お化けが出て、テーサが出てきた。ということで、YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。This Live Archive Upload My YouTube Channel This Premier Live My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX My アカウント Please follow リポスト and グッドボタン Please。 ということで、電流爆破デスマッチリーグ戦、お届けいたしました。アングリーランボーの優勝でお伝えしてお別れしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。